こんにちは。シュゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シュゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊界の拡大と人間関係ということでお送りしたいと思います。霊界転換を図りましょうとか、霊界を広げていきましょうというねお話をですね、一つの普遍的なテーマとして、シュゴスピラジオでも何度もお話ししておりますが、私たちの霊界、背後には霊界があって、その霊界からのあらゆるフィードバックを受けて、私たちの行動とかも決まってくるし、霊界が大きくなるということはそれだけ大きな力を生み、で、現世次元への権限がね、現世次元の形になってくるにも大きな霊界があるほどそれだけ強い働きが出てくるわけなんで、霊界の大きさを広げましょうということが結構大事なんですね。もちろん霊界転換というのはその質的な転換ももちろん大事なんですけど、大きさっていうものもあります。物理的なフィジカルな意味での質量とはまた違うかもしれませんが、霊界にはそういった質量的なものがあるということなんですね。それを霊界の大きさというふうに表現しています。で、霊界拡大のためにはどうすればいいかという話も、基本的な話で何度もしてますが、自分自身の心が霊界の窓口であり、霊界とのつながりのある部分なので、心根というものを広げていくっていうことが大事になってくるんですけども、心って手で触れないし、どうやって広げるのっていう話なんですけど、この心根を広げる方法は大きく分けると3つあって、1つは情報的な関わり方、簡単に言うとですね、いろんな知識や学びを行うことでいろんなことを知るようになるわけですね。そうすることによって、その知識の幅が広がるということは認識の幅が広がるということで、認識の幅が広がれば広がるほど、霊界というのは広がっていくという傾向があるので、積極的にいろんなことを学んでいきましょうねということが一つ言えます。もう一つは霊的な応援支援という観点。これはですね、簡単に言うと我々には守護霊様がついていると言っておりますけれども、守護霊様って一人ではなくて複数人ついてるんですね、大体。で、それは人によって数が違うんですよね。ものすごいその数、たくさんの数の守護霊様が支援してくれている場合もあれば、数人程度という場合もあると。で、これはなんで違ってくるのかというと、その人の霊界の大きさに準じて、その守護霊様のね、数というのも増えていくと。もちろん守護霊様一人一人の霊格とかも高かったり、その強い霊力を持っている人がつくことによって、霊界が大きくなっていくということもあるわけですね。霊的な側面からの、支援、応援ということで霊界が大きくなるという部分ですね。で、3つ目は、環境とか状況。これはその自分の身の置きどころですよね。フィジカルな面もあれば霊的な面もあって、様々な環境状況によってそのフィードバックを受けて霊界がまたさらに拡大していくというふうに言えるんですね。で、今回は人間関係というところで、ちょっと霊界拡大についてですね、話していきたいんですが、これは環境状況に、人間関係というもの自体が環境状況の一つですね。で、強い我々の状況や環境いろいろありますけども、どんな場所に住んでる、どんな地域に住んでるとか、どんな家庭環境に住んでるとかありますけども、その最たるものはやっぱ社会環境であり、社会環境の中核をなすのは人間関係ですよね。人と人との関係性なわけです。なので人間関係というものを、その霊的な拡大に即したものに変えていくっていう方法が一つ、霊界拡大のための方法としてあるわけですね。じゃあどうしたらいいの？人間関係どう考えたら霊界拡大につながっていくの？という話をしていきたいと思います。まずですね、霊界のすごい法則というか原則はですね、同じ波長を持つ者同士が集まってくるという法則があります。で、これは簡単に言えば我々の友達関係とかを見ていれば分かりますけども、大概はですね、気の合う同士ね、仲いい人たちって言いますけども、その気の合う者同士が集まっている。で、その気の合う者同士というのはいわゆる、スピリチュアル的に見れば波長が近い、あるいは似通ったものを持っている、そういう感じですね。みんな顔も姿形も経歴も違うかもしれないけども、波長というのはですね、結構本質的な部分なので、これが合うとですね、結構仲良くなったりするわけですね。なので、まあ、その波長を成している中核は何か、簡単に言えば、まあ、その人の志。志っていうとなんか堅苦しいですけども、心が指す方向性とかね、自分自身の思考性というものを見ていくと、志というものがわかると。志がないなんていう人もいますけど、志がないのではなくて、それはものすごく低次元層にカーソルが合わさっていて、例えば、今日は美味しくご飯食べてたらいいやぐらいね、なんとなく嫌なことがなければいいやぐらい思ってる人は、一見すると志がないなーなんて言われますけど、ないわけじゃなくて、志のそのカーソルがですね、ものすごい、まあある意味低いわけですね。低い次元にカーソルがセットされているので、目立たないと。なので、まあそんなに志があるように思えない。ところが、志が高いと言われている人は、まあ突き抜けた、もっとグローバルな、広範囲の視野や遠大な目的や思考性を持っている人は、周りの人に比べると突き抜けてるから、発想や行動とか考え方がね、そうすると、ああ、なんかこの人は志が高いなっていうふうに言われたりするわけですね。まあ結局、志というのも、結局心の指す意識カーソルの上か下かっていう問題になっていくので、まあその大体意識カーソルが合わさっている次元が、まあ近しい人が、まあ波長が似てくる傾向があるので、まあ、質はちょっとバラバラ、若干細かいところが異なる部分はあっても、その志のカーソルが合ってる人たちは大体集まりやすいというのが言えるんですね。で、霊界の大きい人の特徴として、周りに多くの人がいると。っていうと、まあ、単純になんでしょうね、スマートフォンの中の連絡先に1000人、いますとかね、まあ、1000人も登録できるのか知りませんけども、まあいるとかそういう話ではなくてですね、なんかこうその人を中心に人間関係がこう広がっていくというか、その人にみんなコミットメントしてくるような感じ、そういう人間関係があると。自分がその人が中心にいて、その人の周りに人がいる、そういうまあ人間関係のケースを見ていくと、その人の霊界の大きさっていうのが分かってくるんですね。霊界の大きい人であればあるほど、引きつける力が強くなってくるんで、まあ、要は魅力のある人って引きつける力があると思うんですけど、それは別の見方をすると霊界が大きくて、周りに同波長の人たちを引きつけてしまうという部分があります。まあ、ある種引き寄せの法則の一環という見方もできますけどね。うん。で、まあ、それはともかくとして、まあその霊波長が同じ人たちが集まってくる、ね、集まってきて、その自分が中心にいるときに、自分自身の霊界がね、その周りの人たちの霊界と合一っていって、ぐっとこうね、合体するような感じになるので、その合体したことによって霊界がバンと拡大するということがあるわけですね。だから人間関係によって霊界が拡大するケースというのは、多くの波長のある人たちを集めた結果、その中心に自分がいる状態になるときに、自分の霊界がバーンと広がった状態になるわけですね。だこういう状態を作り出すと、人間関係によって自分の霊界を拡大することができるというふうに言えるわけです。じゃあ具体的にどうしたらいいのっていう話になってくると思うんですけど、まあ、なんとなく人間関係大切にとかやってても、こうはならないわけですね。自分が中心になって、この霊界同波長の人たちを引きつけるという、ね、いう形にしなければいけないので、じゃあそれどうしたらそんな形になっていくのかというと、まあ、蜂の巣理論というのがあります。まあ、これは勝手に私が今思いついて言ってるだけなんで、ググっても出てこないと思いますけど、蜂の巣理論と、まあ、私が今名付けました。まあ、蜂の巣ってどうなってるかというと、女王蜂がいて、蜂がいっぱい寄ってくるわけです。で、一つの巣を作り上げるという感じですね。つまり自分自身がある種の女王蜂になる必要があるということですね。で、女王蜂といっても別にふんぞり返って女王だみたいな、ね、ことをしろって言ってるわけじゃないですけども、女王蜂は結局他の蜂をどんどん生み出す役割を担っていて、まあ、あらゆる蜂の包括的にこうね、こう育てたりとか、種の保存という意味でも、必要な存在ってことですよね。つまり、なぜ女王蜂と呼ばれるかというと、他の蜂たちよりも一段上の視点での働きがあるからなんですね。つまり、どうしたらいいか、蜂ロス理論で言うとですね、自分が女王蜂になる必要がありますよと。で、じゃあ女王蜂になるにはどうすればいいか。それはですね、先ほども言いましたけど、志というものがあります。皆、その次元層は違うわけです。で、同じ次元層に合っているもの同士が、集まり合うわけです。ところが、普通に集まり合っているとフラットな状態なんですね。君もお友達、あなたもお友達、みたいな感じでフラットなつながりです。それよりも一段上の次元に立つ必要があるわけですね。これはどういうことかというと、志の方向性や波長の質は変わらないんだけども、一つ上の次元で物事を考えていく。簡単に言うとですね、例えば、何か新しい、仕事、ビジネスでもいいですけども、何でも始めようと思ったときに、なんとなく、例えば起業したいと思ってる人がいたとして、で、起業セミナーみたいなの行ったとしましょう。そうするとですね、周りには、起業したいっていうね、同じ志の人たちが集まってるわけです。そうするとですね、波長が違うから仲良くなりやすいと。ね、同じビジネスに興味があって起業したいと思ってるから仲良くなりやすい。だけども、それだけだとただ仲の良い友達なんですけども、じゃあそういう人たちの中で一段上の次元立つとはどういうことかというと、やっぱり、じゃあ、この会の中で多くの人たちが起業したいと、いろいろとな思いを持っていると、いろんな方面で飲食店やりたいとか、いや、私は IT 関係で頑張りたいとか、私はもっと福祉サービスとかの、充実とか、社会を良くしていくような社会起業をしたいとか、いろいろあるわけですけども、その中でそういう人たちにとって最も大事なものって何だろう。例えば、それを実現するためには何が必要かと。何らかのプラットフォームが必要です。じゃあプラットフォームを作っていこう。多くの人が利用できるね、そういう自分の起業をサポートできるようなプラットフォームを作ろう。で、志としましょう。そうするとちょっと一段上の次元になりますよね。自分自身が起業したいという気持ちだけを満たそうとするんじゃなくて、他の人たちにとってもメリットのあることを考えるわけですね。そうすると一段次元が上がります。そうすると、まず、一歩女王蜂の道に進みますよね。で、次に大事なのは、その志の表現と発信なんですね。それを何か胸に踏めてるだけではダメで、ちゃんと発信し表現していく。そうするとですね、なんかあいつすごいなと。他のそんな高い次元で考えてるんだということで、じゃあ俺もなんか彼の考えに乗りたいなとかね。なんかすごく魅力的なことを考えてるから、ちょっと協力したいなっていう具合に、注目が集まって、集まってきてる。そうするとですね、自分自身の志を、他者が支援することによって得られるベネフィットっていうものが必ず生まれるわけですよね。生まれるし、魅力がありますよね。やっぱり次元高い、志って魅力があるんですよね。なんかわからないけど、僕なんか、とりあえず毎日コンビニのおにぎり食べれれば幸せだよっていうのは、ある意味、謙虚な思考かもしれないけども、それだとあんまり魅力感じないわけですよね。そうじゃなくて、もっと高い志とか、みんながね、それやったらハッピーになるよねみたいなことを打ち出すと、みんながこの人すごい、なんか魅力的だって言って、波長の合う人たちが集まってきてくれるわけです。そうすると自分自身が中心にいて、周りに人が集まってくるという状況が作れますよね。そうやって、ある種の一枚岩みたいな感じになってくると、自分が中心にいて、周りに同波長の人たちが集まってくる蜂の巣のような状況になると。そうするとですね、なんていうんですかね、霊界がね、自分自身の霊界も、次元も高くなってるから当然大きくなるんですけど、周りの人たちの思いも寄ってくるので、より霊界が拡大しやすくなりますよっていう話なんですね。なので、大事な点は自分の次元を上げましょう。その次元を上げるとは何かというと、包括的に考えるってことなんですね。自分自身だけじゃなくて、その同波長の持ってる人たちがにとってもいいものってなんだろうっていうね、それは高い視点で見ないと難しいので、ね、その人たちと同列の目線で見てると、あの人はこうだし自分はこうだしっていうね、違いばかりが目立ってしまいます。だけどもその違いの中で共通点なんだろうっていうふうに考えつつ次元を上げていくと、次元の高い視点で見ていくと、その共通項だったりとか全員にベネフィットのある話というものが見えてくると。そうするとその8の巣のね状態になって、霊界も拡大していきますよという、これが一つの霊界拡大のねあり方の一つかなと思いますね。なので人間関係というものを考えた場合に、なんかいまいちこう自分はいろいろやりたいことあるけどなかなか権限化しないんですという人はですね、霊界の大きさが足りないね、その権限力が足りないという部分があると思いますので、そこをちょっとこう見直していったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今回もですね自己スピラジオをお聴きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。